こんにちは、そっかじくのここです、まあ、今日の映像はですね、小さくとも自分の会社やお店を経営している方、小さくても自分の家庭ですとかね、守るべきものを持ってる全ての方にお届けしたい映像になってますね。えーまあ、ここまで語れる社長が今の日本にどのぐらいいるだろうか。自己保身に走ったり、自分の利益に奔走したりする中で、世界一じゃなくてもいい。 町一番の頼れる存在になっていこうえそしてですね会社のことも社員のことも取引先株主のこともその家族のことも地球のことも次の世代生まれてくる子供たちのことも考えていこうとそこまで公な精神を持っている方がいるだろうかと私はねなんかね一つの会社の経営者に収まるの惜しいような気がしますね このね、えーまあ、混沌とした世の中ですけどもどっちつかずの政策しか取れないような責任転嫁のそういった政権よりもねいやこういった人に世の中をお任せしたいなと思いますね、えー、やっぱトヨタの社員さんは本当に幸せじゃないかなと思いますね、うん、いやすごい演説なんでぜひ動画概要欄から見ていただきたいと思いますいやこれを聞かずにね あのこれを聞いて泣かない人がいるんだろうかと思うぐらい感動的な5分間です。どうぞ